今回の話題は WBC 日韓戦は韓国投手の飲酒で負けた、韓国世論大荒れの事態に海外の反応ということについて紹介します。日本中を歓喜の渦に巻き込み、侍ジャパンが14年ぶり3度目の世界一に輝き幕を閉じた WBC。 侍ジャパンは1次ラウンド中国戦8対1、韓国戦13対4、チェコ戦10対2、オーストラリア戦7対1と、日本が圧勝での4連勝で見事1次リーグ突破を決め、準々決勝イタリア戦では9対3、準決勝メキシコ戦では劇的サヨナラ、そして決勝では前回王者のアメリカと対決し、最終打席では大谷翔平選手とトラウト選手という全野球ファンが望んだ対決を9回2アウトで迎え、大谷翔平選手がトラウト選手を三振に切って取り、ゲームセットで日本が世界一という漫画でも描かれないドラマチックなエンディングを迎えました。今大会 WBC は過去最高の注目を世界から受け、野球の面白さを伝える、まさに野球界の新たな扉を開いた、野球界の今後の発展につながる様々なドラマを残しました。さて今回は今更ですが、 WBC 閉幕から約2ヶ月、韓国プロ野球界が一つのスキャンダルで大騒動に見舞われているということについて紹介したいと思います。なお日本での1次ラウンドを戦った韓国代表は2勝2敗で1次ラウンドで敗退と、3大会連続での敗退に韓国国内から猛バッシングを受け、帰国後に監督や選手が謝罪に追い込まれるといった事態が発生したのはご存知の方も多いのではないでしょうか。また WBC 日韓戦の前には韓国代表の故ウソク投手が韓国メディア KBS、 日本で言えば NHK と同じ公共放送局のインタビューで、大谷に打たれるぐらいならわざとボールをぶつけると答え大炎上したということや、そもそも WBC 日韓戦は韓国側のロビー活動で実現した疑惑があるということは以前動画で紹介しました。さて今回韓国プロ野球界で大騒ぎとなっているのは WBC 期間中の韓国代表選手たちによる飲酒疑惑です。5月30日 YouTube チャンネル西エンターに投稿された動画をもとに取材が行われ、韓国放送局 SBS や全国紙スポーツ朝鮮など大手メディアが一斉に来日中、東京の赤坂にある高級サロンを韓国国内でトップクラスの投手3名の代表選手が訪れていた。初戦オーストラリア戦の前日と日本戦の前日に飲酒に及び、試合当日の未明まで帰らなかったと報道を始めたのです。なお韓国はオーストラリア戦は7対8、日本戦は4対13で敗北しています。こういったメディアの報道に対して KBO 韓国野球委員会は翌日に公式声明を発表、個別調査を開始した。プロ野球の各球団は協力的で事実関係を明らかにする、規定違反があれば懲罰委員会を開催する予定だとしました。その各球団の個別調査によると、彼らは店で飲酒した事実は認めながらも、その日時は大阪から東京に移動した3月7日と日本戦が行われた10日の試合後で、休息日などであってオーストラリア戦や日本戦の前日ではなかった。さらに店舗はいわゆる高級クラブやサロンではなく、接客サービスのないパブや居酒屋のような場所だったとし、報道内容と3選手の意見は食い違っていると発表しました。なお KBO の規定には飲酒そのものを禁じる罰則はないものの、代表選手として名誉と品位を守らなければならないとの項目があるため、それに違反したとして懲罰委員会にかけられる可能性があります。なお名前を挙げられた WBC 韓国代表の3選手、日本戦に先発した代表チームの投手陣でリーダー格のキム・ガンヒョン、ヨンチャン、チョン・チョルウォンは6月1日謝罪しました。謝罪した3人はオーストラリア戦、日本戦の前日には店に行っていない、女性による接待は決してなく、食べ物とお酒のサービスだけを受けた、大阪での強化試合を終えて東京に移動した日にキム・ガンヒョンだけが知人と店を訪れた、キム・ガンヒョンは日本戦後高校の後輩でもあるチョン・チョルウォンと再び同じ店を訪れた、2選手とは別にヨンちゃんは日本戦後に知人と店を訪れて2時間から2時間30分酒を飲んだと主張しています。正直どうでもいいですが、日本に負けたのは酒を飲んだ投手が悪いということで、韓国にとってもある意味良い落としどころなのかもしれないですね。どうでもいいですが、ちなみに韓国メディアでは自国選手のこの行いを猛バッシングしながら、優勝した日本の選手が食事会で結束を固めていった様子と比較し、リーダー不在を嘆く報道もしているようです。例えば
韓国メディア MK スポーツは、韓国野球には大谷がいないとの見出しで、多くの人が目撃したように、日本は大谷翔平というエースがしっかりチームをまとめて優勝をつかんだ、メジャーリーグで活躍し打者と投手を兼ねる二刀流で世界最高の立場にいる彼が侍ジャパンに献身する姿は、日本の野球ファンと国民に大きな感動を与えた。代表最年長のダルビッシュ有と共にリーダーを務め、謙虚にしかし堂々と自分たちの目標を語る姿は輝いていたと紹介しています。また韓国メディア OSEN は、今大会で野球ファンの注目を集めた写真があったと、宮崎でダルビッシュ選手が開いた宇田川会や、その後野手も交えて開かれた侍ジャパンの会食を伝えており、最初はダルビッシュが提案し、初めて代表に選ばれた若い投手が緊張しないようにという目的だった。大阪の練習試合の時は、遅れて合流した大谷翔平まで参加する会食も開かれた。酒もあり、ワインと生ビールを楽しんだようだ。温かい雰囲気で会食を終えて集合写真を撮った。ダルビッシュを中心に生まれた一体感を読み取ることができると、日本代表の結束を固めていった食事会を羨ましく報じる一方で、韓国代表は選手たち自らの会食はなかったようだ。選手内のリーダーシップが残念だ。会食できなかったキム・ガンヒョンは2度もパブを訪れた。ほとんどの選手たちは日本に惨敗した日の外出を控えただろうが、3選手はその日夜霧を貫いて赤坂を訪れたと、日本との違いを紹介しています。今更の話題ですし、韓国野球界がどうであれどうでもいいですが、一応紹介だけさせてもらいました。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。